これは違うんですよ。中日はこれで勝つ。前髪取られたんだ。29。あさまあ、スイープ行くからね。ジャイアンツでも29つけられたしね。チョコプロ長い、僕は日本では19年。19年。はい。で、アメリカ渡って、はい、ワンシーズン、マイナーでトリプル A でやらせていただきました。それはどこなの、マイナー？テキサスレンジャーズ傘下のオクラホマですね。オクラホマ。はい。やっぱり全然違った環境。環境は違いましたね。アメリカは。はい。まあ、まず、遠征行くじゃないですか。遠征って、僕がいた地区は、バス移動が半分、飛行機が半分だったんですね。最初バスだったんですよ、まあ、よく長時間のバスで行くじゃないですか、はいはいはい、最初行ったところがね、9時間ぐらいかかりました。8時間か9時間バス。でもバス大きくない？大きいです。トリプル A はバス2台で、うん、もうゆっくりこう寝台型の1台と、あとは貸し切り の, そのでかいバスあるじゃない、貸し切りバスみたいな、ああいうでっかいバス、まあまあでかいの、なので、まあ、差別ではないですけど、ちょっとやっぱ区別がある。まあ人種的なところです、うん、アメリカ人は寝台バス、中南米外国人はこっちみたいな感じで、そして何にも当然わからないんで、まあ一応時間はどれぐらいかかるかということだけは情報を入れておいて、ああ中国人のバスか、まあこれがマイナーやなっていうのを思いつつ、バスの中であのトイレとか全部ついてる、トイレついてます、はい、うん、はい、まあ、まあトイレ心配することはない、はい、で心配事を一つ抜かしていたのは、バスがやたら寒いんです。中南米の選手ってものすごく厚手なのか、あのクーラーがひどいんですよ。あ、こう調整しても全然寒い。調整どころじゃないんですよ。あ、そう、もうひっひえなんですよ。試合はいいわな。いや試合のもダメです。あ、そう、ダメだ、本当風邪ひいちゃいますよっていうかさ、それは枕と毛布を遠征先のショッピングモールに行って、やっぱ一発目は知らないから普通に乗ってた、短パン T シャツぐらいで、プレーみたいな、うちも本当ジーパンと T シャツぐらいの感じで、寒い寒い。で、着いて、もうすぐ買いに行きましたよ。ああ、そう。枕と。で、毛布。だから、中間、だからバスの、なんか、10度ぐらいですよね。でも、お前でもその向こうの家は全然普通に。いや、そうなんです。寒がってるやつ、誰もいないんですよ。ドミニカとかはもうやっぱベネズエラとか強いですね。ああ、そっか。ここがやっぱ一番最初に、まあ、びっくりしましたね。そこでまあ一応いろんな経験しながら、はい、C1 シーズン戦ってみて、はいはい、やっぱメジャーには上がれなかったんです。メジャーに上がれなかったんですね。風の噂は入ってくるんですよ。かもしれないみたいな。言われるんだよな。はい、まあ最終的には呼ばれませんでしたけど。やっぱりあそこ行ったらやりたかったなっていうのは。そうですね、そのためだけに1球投げたいなという思いで、もう日本ではね、やり続けて金稼がなきゃっていう力もなかったんで、最後1球投げられたらいいなという思いでチャレンジをしたんで。で、行った時は、はい、言葉と壁とか、言葉の壁はちょっとありましたけど、まあ、でも基本、グラウンドでは野球用語はもう、まあ一応なんで、まあ、そこは全然大丈夫でしたね。はい、で一応日曜のこうコミュニケーションを取るのにはちょっとやっぱり、はい、そんなに困った感じはしなかったですね。一番困ったのはあのソーシャルセキュリティナンバーっていうのがあるので、働いてる外国人働いてるのは、はい、まあ、今の日本でマイナンバーみたいな、はいはい、そういうものが必要なんで、それを登録しに行けって言われたんですよ。分かるわけないしなんですかと、それはなんだっけ、銀行口座のなんかナンバーかみたいな感じで、あの一軍っていうか、メジャーでやったら通訳が当然ついて、はい、球団の人も一緒にいて、はい、やってくれるみたいなのがあるんだよ。はい、すげえよ、そういうのは全くない。それは全くないんで、まあ、でも、まあ、たまたまその運が良かったのは、森福って楽天からレンジャーズがいて、その頃すぐ、森福、ごめんなさい、福森。あ、ごめんなさい、福森。福森がいて、彼は通訳、同じ時期だったんですよ。で、まあ、僕が行くっていうのも、その通訳は知っていたし、で、電話でこうやって言われたんだけど、どうしたの？あ、それでもソーシャルセキュリティナンバーで、なんか、区役所じゃないか、なんか、オクラホマの、そう、そのなんかその、どっかに行って、そのナンバーをもらってこなきゃいけない。っていうことなんですよ、前田さん。で教えてもらって教えてもらったけど、一緒にその時はなんか時間って一緒に行ってもらったんだったかな、その通訳の彼に、うん、それだけは褒めました。
そりゃそうだろ。何ナンバーだ、ソーシャルセキュリティナンバーなんだ、意味分からねえぞみたいな。俺言われても絶対分からん、はい、そう、そういうなんか税金もちゃんと納めてますよねっていう、こうなんか証明書みたいな。で、グリーンカードみたいなのもらったの。グリーンカードをもらうほどの税金は納めていないので、はい。でもあのシーズンはだ半年ぐらいで帰ってくるのか。そうですね、半年ぐらいですね、はい。プレーオフも一応出たんで、リーグ優勝した、地区優勝、地区優勝したんで、そうそうなんです。プロの実績、俺より全然上だから。何ありませんよ、ほんと。いっぱい投げただけです。日本の通算で、はい、何試合投げたの ?595。595? 595。はぁ、あ、なるほど。俺の倍近くね。多分2試合からほぼほぼ先発。俺330。何勝なんだろう。78勝です。あ、それはちょっと勝ったね。110倍ですよ。あ、それは。あ、俺のが少ないね。この間ちょっとね、まあ、ちょっと話はそれますけど、ね、100倍してるってすごいよね。ああ、逆に。それ、登板してる。そう、そういうことなんですよ。100倍するって、それだけ投げさせてもらってるんだって、投げてきた場所なんだって、あ、そうだったみたいな。それはね、まあ、あの、ちょっと誇らしげでした。100倍ついてる人間は言えることよ。はい、俺も言うもん。言うけど、100は負けでやってる。あ、俺127の102敗から。そう、100回負けてるってすごいことなんだ。それ実はね、それだけ白黒ちゃんとつけるから、ね、そういうことなんですよね。でアメリカ行ってね、で1年なんだけどやって帰ってきて、じゃあもう今も、はい、いろんな子供指導しながら、まあ、野球でずっと携わってるからいいですね。そうだよ ね、 はい、ね、解説もやらせていただいてますし、ね、子供たちに指導もしてますし、西崎さんがたまにこう言って遊んでくれますし。でもね、あのいろんな、ところに、まあ、LINE もそうなんだけど、まあ、チョコはツイートラインがあって、グループ LINE があって、呼んで誘ってくれて入ったんだけど、本当芸人さんとかもすっごい仲良くて、だから、トータルテンボスもこれ出てくるんだけど、それもチョコからのお誘いだったんで、ね、まあ、本当、まだまだいっぱいいるんだけどね。そうですね。うん、はい、お笑い芸人さん。でも、やっぱり事務所通してやるのは面倒くさって。そうそうだね。プライベートで行こうって言ったら、普通に行けるんだけどね。そうだね。その YouTube で入っちゃうまた面倒くさくなるので。そうなんですよね。プライベートでまた、ゴルフをやりたいなと。まあ、ちょうど今3回これ出てくれてるんで、はい、もうそろそろね。殿堂入りじゃないですか。殿堂入り。殿堂入り5回でね。20S チャンネル出場の回数の殿堂入りがある。そう、そうなったら、そうなったらなんかちょっとプレゼントせないかよ。アイアンも欲しい。チョコ今まであの、ロッテ、中日、はい、巨人、で、まあ、メジャーリーガーメジャーとかに入って、はい、この監督は良かった。あ、監督が良かったな。僕の中でポイントは金田さん。2年目、3年目も金田さん。はいはいはい、はい、あのひょっとしてあのトレーバー事件の時に、あ、そうそうそう、はい、アンプレの時、トレーバー事件の時は僕は前の日先発して完投して、はいはいはい、でそれ起きたの次の日なんで、僕も上がりがホテルに行ったんです。ホテルで今いたんですけど、終わってはったのにあれもう、トレーバーがホテルに殴り込みに来るらしいみたいな情報がざわついてましたもんね。フロアがあれでもたまたまトレーバーが足がもつれてこけたところに金田さんの足がポンと伸びてたそうですね、はい、で、あの人マイク・ディアズ、マイク・ディアズね、はいはいはい、マイク・ディアズがいたんで、マイク・ディアズがトレーバーがお前これから殴り込みに来るらしいぞみたいな、それでホテル内にざわつくみたいな感じでしょ。実際は来ませんでしたけど、はい、いや、それで来たらすごかったよな。詫び入れに来るぐらいじゃない。いや、来たとしても殴り込みじゃなくて。だってやっぱ金田さんなんですよね。あ、そうなんだ。星野さんは、いや、星野さんもね、その次にやっぱ星野さん。ああ、ね、六年さん、星野さん。はい。まあ、でもその二人はもう別格だよね。そうですね。はい。やっぱ星野さんは、本当にね、やばかったんですけど、ね、ぶん殴られそうになりましたけど、やっぱりやられても次の日はすぐ行くぞって言って、すぐ使ってくれる人でしたね。はい、ジャイアンツ行った時は原監督が、僕6年いたんで、2年原監督、堀内監督、2年原監督、2年ですね。堀内さんがちょうど挟んだ時、そうですね、あ、やっぱ原監督にも、ね、日本一を経験させてもらったんで、やっぱりね、カスタムの執念は、ね、学びましたね。いや、じゃあその中で、じゃあ、まあ、監督じゃなくてもいいから、はい、こいつだけはダメだって苦手やったっていう先輩後輩、先輩監督が、はいはいはい、無視されるんです。このシリーズは P が多いんで。そう、この
もう P が入った方がいいかもしれないですね。めっちゃ気になって調べてると思う。すぐ出てくる。今年も、